デンティティの神様のいるところの監督の鈴木紗友です。よろしくお願いします。で、マイアイデンティティの内容なんですけど、台湾で台湾と日本人の間に生まれた女の子のが成長していくお話で、葵っていう女性と出会って彼女との間で、揺れ動く気持ちを描いた作品になっています。表と裏が出たら神様がいいよって言ってるんだって。神様？キリッ！ねえ、おい、こっち見んなよ、ブース。チャイニーズ。君、名前は？レイ。你是做弹铃吧？私のこと知ってるの？毎日ニュースに出てるよ。はい、そうですね。かなり私の小さい頃悩んでいたこととか、周りと違うなって感じていたことを映画に反映しています。で、母もとても厳しい人だったんですけれども、それと私は姉がいるんですが、やっぱ姉も同じようなことで悩んでいたりとかすると思うんですけど、あんまり詳しく話したことないですけど、その2人の考えがこの映画に反映されているなって私個人的には思っていて、そういう2人の小さい頃の思い出とかがちょっと入った映画になっています。私にとって成長は、なんだろう、今まで見えていなかったものが見えてくることかなと思います。で、それは映画の中で主人公のレイちゃんも見えなかったもの、葵っていう人物の深いところとかが急に見えてきて、あ、今まで見ていたものが自分にとってはすごく狭い世界なんだなってことに気づいて成長していると思うので、自分も映画の中だけではなくて、その実生活でそういった気づきが成長になっているなって思います。撮ります。よいしょ。じゃん、14番。あ、いつかだと私は小池栄子さんがすごい好きで、私の尊敬している、万田邦俊監督っていう方が撮ってる映画で主演されてて、それからすごく好きで、いつかお仕事一緒に何かできたらなとは思ってます。この作品はかなり、自分で言うのもあれなんですけど、見る人によって、違うものになりうるなって思っていて、それはやっぱり出自について考えている人だと分かるなって共感していただけることとかもあると思いますし、でさっき在日の方とかいらっしゃってて、私的にはそういう方に見ていただけるとすごく嬉しいなと思うんですけど、他に別にそういうことはないけれど、この映画を見てみるっていうことで、なんか少しでもそういうちょっとマイノリティの人の何かを感じ取っていただければありがたいなと思っておりますので。